こんにちは、ピープルゲットレディのタジュです。森田です。今日も2人でおすすめの商品を紹介していきます。はい、よろしくお願いします。今日もここにちょっとね、見えるかな、こうずらっとこうね、厚みのある量が置いてありますけど、まあ見てわかる通り、はい、今日はバンド T シャツをね、はい、やっていこうかなと思います。たくさんすぎない。もうちょっと選べばよかったんだけどね。まあこれでも選んだ方よ、選んだ方なんだけど、はい、まあ、とにかくねバンド T シャツはいつかやろうねとは言ってたんだけども、はい、まあこの80年代とか90年代の、まあ、オリジナルのバンド T シャツたちの高騰っていうのはもう皆さんご存知だと思います、うん、もう信じられない金額になってると思うんですよね、うん、はい、なんかもう中にはなんか100万近いようなね、うん、T シャツとかで、自分はもう絶対そういうの手が出せないタイプなので、あのね、そんなんで飯食えないじゃないですか、ですね、ちょっと跳ねようのもんならね、だからなんかこうもうちょっとバンド T シャツをもう気楽に選んでもらいたいなみたいなのがずっとあったので、うん、はい、今日はそれをついにやれるということで、もともとそのバンド T シャツって自分たちが、ね、古着屋通ってた学生時代って、うん、なんかチープな雰囲気が良かったりとか、うん、まあ、自分が好きなバンドだから着るとか、うん、もうなんか分かんないんだけども、このロゴがかっこいいからバンドかどうかも分かんないけど買うみたいな、もうそう本当気楽に選んでたわけじゃん、うん、バンド T って。で、値段的にも多分3000円から4000とか、うん、それぐらいで買いやすかったと思うから、なんかそういう気楽さをね、はい、こうバンド T シャツに取り戻してほしいみたいなところがあって、はい、今日はねこういう感じでちょっとたくさん持ってきました、はいはい、だから今日紹介している T シャツは3900円と4800円、うん、で一部5800円かな、でマックスでも6800円まで、まあもう1万円超えなんてないようなそんな T シャツたちだけをね紹介していきますので、はい、まあのんびりやっていこう、ちょっとこう一枚一枚噛み締めるようにお送りしていきますので、でもこれ噛み締めてたら時間やばいね、やばい、ちょっとさらっといくやつはさらっと行きながらね、思い出あるやつないやつって分かんない、そうだね俺たちが通ってきたジャンルと、はい、ちょっとあんま通ってないジャンルあるからね、はいはい、まあ、その辺も含めてちょっとねバンド T シャツに気楽さを取り戻してほしいということでお送りしていきますので、はい、よろしくお付き合いください、はいはい、お願いします。大事なところっていうかね、なんか言わなきゃいけないのは、そのバンド T シャツってネットで皆さんね、YouTube とかいろんなので調べて、うん、なんか3万、4万とかするけどなとか、うん、なんでこれ3900円とか4800円なのって言われるかもしれないですけど、まあ、それはね、いわゆる現行もののリプリントものとか言いますけど、昔の80年代とか90年代のコピーライト付きのものじゃなくて、うん、まあ、現在でもプリントされてたり、もうほんとここ2、3年、まあ2、3年前はもうたまにあるんだけども、ここ10年ぐらいの間にリプリントされたものっていうのが、うん、ここにある古着たちですので、はい、まあほんとここ10年ぐらいの期間で、うん、2000年代入ってぐらいからプリントされたものたちなので、そんなにね高騰してなくて、うん、もうほんと普段使いで着れるようなバンド T シャツたちですので、うん、はい、はい、まあ、People Get Ready に今ストックしているののちょっと一部、あの持ってきましたので、まあ、ご紹介させていただきます。記念すべき、ね、1枚目はこちらのピンクフロイド T シャツでございます、うん、はい、ピンクフロイド聞いてきましたか？ちょっとね、はい、三大プログレッシブロックの一つね、ピンクフロイド、キングクリムゾン、イエスがおそらくね日本人が言う三大プログレだと思いますけど、はい、そのうちの一つで、このね狂気というアルバムの、はい、ジャケットがちょっとこうデザインが変えてあるタイプですけど、はい、まあピンクフロイドはかっこいいんでね、はい、あの音楽の中でも、うん、ど真ん中なロックじゃなくて、うん、やっぱプログレロック好きでちょっと変わってる人多いじゃない、多いです ね、うん、やっぱそういうちょっと俺普通じゃないんだよっていうのをアピールする意味も込めてやっぱりこうピンクフロイドチョイスしてほしいなと思うね、はい、普通じゃない人に、ちょっと普通じゃない人に、はい、おすすめのピンクフロイド T シャツが4800円でございます、はいはい、サイズはこれがね L だったかな、サイズが L サイズでございます。自分ぐらいにねちょうどいいんじゃないかなと思います、うん、はい、はい、こんなペースで紹介してたらこの動画何分になるのかちょっとわからないんで、はい、ちょっとまあサクサクといきましょう、はい、で2枚目がねレッドゼッペリンでございます、はい、まあもうハードロックを作ったバンドといっているようなね、うん、レッドゼッペリン、こっちもねレッドゼッペリンですけど、まあクラシックロック好きはね、うん、もうここは避けて通れないレッドゼッペリンで、はい、やっぱりこのねデザイン性がいいんですよね、いいですよね、こっちはこうねカラープリントで、こっちはこうモノクロな感じなんですけど、うん、やっぱりこう同じデザインなんですよね、それがまた全然見え方が違うって感じで、
どっちにもね良さがあるっすよね、はい、かっこいいですね。かっこいいですね、うん、ほんとシンプルなね、うん、一色使いでもかっこいいし、こっちみたいなちょっとね色が入っててもかっこいいしね、うん、これが4800円。そしたらじゃあこっちも4800円でいきましょうか、はい、はい、どっちも4800円のレッドゼッペリン T シャツでございます。はい、いやもうこんなのとかもさ、ほんとオリジナルだったらもう今うまいんでしょ、もうね想像したくないね。え、本当に多分本当4800円でありますからね、こうね現行ものね、全然もう来ちゃってさ、もう向こう5メーター10メーター先からね立ってたら一緒っすからね、はい、本当ねちょっとねトゲがあるような気がしましたけどね、はい、はい、もう本当こう気楽に気楽に行きましょう、本当ね今日のテーマはもう気楽になんでね、はい、はい、続いてビートルズ T シャツ、はい、レッドイットビーですね、4人のメンバーが、プリントされてます、はい、これがねもともとなのかね、前のオーナーが着込んだのかね、こうブラックにね結構ムラっ気がすごいんですよ ね、うん、そうですね、フェードしてるといえばねそんな感じなんですけど、どうだろうこれ最初からというより前のオーナーがガンガン着たのかな、うん、ちょっとジャッジしづらいよねこれ ね、 で、 ね、うん、でもこの感じはかっこいいよね、真っ黒じゃなくてね、うん、ちょっと体色感があって、でね生地もすごいしっかりしてるタイプの、うん、1枚です、はい、これはビートルズロゴのね1枚ですね、サイズが L サイズになります、うん、レッドイットビーのとこだけちょっと青みがかったプリントかな、うん、これ ね、 ですね、青っぽいですね、うんうん、はい、いやこのねかすれ具合もう、うん、フェード感かすれ感どっちも含めてもかっこいいなと思います、うん、はい、はい、これも4800円でお出しする1枚です、はい、ビートルズとかもう俺ら大好物だよ ね、はい、そうですね、ビートルズは絶対にもう通ってこなきゃいけなかったという感じだよね、はい、なんかそのあんまり音楽で横見せるだけないんだけどなんかレッドイットビーとかさ直球すぎて好きな曲何でレッドイットビーって言うとも恥ずかしいとかあったじゃん、 ありますね、ね、あえてこうね、あ僕ホワイトアルバムが好きですとかなんかちょっとねこうでも家じゃレッドイットビーのソロ練習するんだ、あそうだから今の年になってさなんかレッドイットビーみたいな直球も切れるようになってきたなと思って ね、 そうですね、うん、やっぱそういう音楽ってこうど真ん中とちょっと外してっていうところのバランスをね、うん、楽しんでほしいなと思いますね、うん、はい、こちら直球レッドイットビーの1枚でございます、はい、バンド T シャツの紹介をしているのか音楽の、ね、紹介しているのかよくわかんないですけど、はい、こちらバンヘイレンですね、はいはい、もう少し前に他界してしまったね、はい、エディ・バンヘイレンのギタリストの、まあ、革命児ともいえるね、うん、バンヘイレンがいたバンドバンヘイレンでございます、はい、まあ、シンプルにねこのちょっと小ぶりな、うん、このサイズ感にしてはちょっと小ぶりに見えるプリントが逆にかっこいいんじゃないかなと思います、はい、ちょっとチャコールグレーみたいな色味ですね、うんうん、シンプル、ほんとシンプルな1枚です、さらっとね着てもらえると思います、はい、こちらが4800円になります、はい、バンヘイレンかっこいいバンドです、はい、お、来ました ACDC、はい、ね、ACDC ってあの結構ね言いたいこと言いたかったんだけど、はい、ACDC ってバンド T シャツにめっちゃ多いと思うのよ。あでも多いですよね。ACDC とかレッドセッペリンとか、うん、まあ、ピンクフロイド、まあ、ここにあるレッチリもだけど、うん、なんかバンドの名前としてね日本人の人多分、はいはい、ACDC ってあんまり知らない人結構多いのに、これは見たことあるっていう人めちゃくちゃ多いと思う、ね、これなんでなんやるの俺ねめちゃくちゃ思ってんのよね。ロゴの一人歩きすごいですよね。そう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 、プリントとか T シャツにはめちゃくちゃ出てるのに、うん、知ってた、オーストラリアのバンドですから ね、 ね、そこもみんな、はい、お、アメリカじゃないですかとかね、イギリスじゃないんだけど、オーストラリアのバンド ACDC ですからね、はい、はい、こちらはねちょっとこう生地感もさらっとしてるタイプで、うん、本当現行品って感じなんですけど、うん、うちではね、お求めやすく3900円で、はい、販売しております、はい、ACDC T シャツ3900円になります、おすすめです、はい、続きましてレッチリ T シャツでございます、はい、レッドホットチリペッパーズですね、はい、はい、まあ、レッチリはもうさすがにこのロゴ見たことあるでしょっていうかね、うん、これも今まで何回プリントされたんだろうね。そうですね、ね、本当にバンド T の中では多分トップ3に入るかもしれない、ね、まあまあ間違いなくね、うん、ちょっともう先にフライングするけどさ、ニルバーナよ、ニルバーナのこのマーク、どこ行った、これじゃないですか、それか、はい、そのマークね、まあ、このマークとこのマークはもう今まで何回プリントするんだっていうぐらいねプリントされてきたと思いますけどね、はい、代表、まあ、バンド自体もめちゃくちゃ人気だしね、はい、レッチリはね日本のねあのツアーにも来てくれてね、はい、このお客さんでもねあの行った人がいてね、はい、やっぱレッチリ最高ってインスタにね投稿してましたけどいいなと思いま
もうレッチリ、はい、もうこのロゴ、もう誰が見てもバンド T シャツって感じの1枚でございます。はいはい、でこれはね、サイズがいいのよ、XXL でかなりゆったり着れますので、はい、4800円でお出してるんですけど、はい、ちょっとね、ここで思うのが、なんか、ね、これ見たことあるで、うん、レッチリですよねとかって会話にはなるんだけど、例えば音楽好きのね、うん、自分たちからしたら、よかったらその1曲だけでもとか、うんうん、アルバム1枚だけでも、なんかそのバンド今まで紹介したのも含めてなんか聞いてもらえたら、なんか洋服や古着屋としてはちょっとこう嬉しいなと思うんですよね、うん、なんかこうせっかく来てて、あ、何のバンドなんだろうって来ていくよりは、うん、1曲ちょっとこれをきっかけに聞いてみるみたいな。ね、うん、バンド T シャツも楽しみながら CD、 あの CD で聴かないか、今ストリーミングでね、音楽をちょっと探してみたらね、うん、すぐ聴ける時代ですので聴、はい、いてほしいなと思います。はい、はい、これちょっと自分たちが最近ね、あのサブチャンネルでも演奏したデビッドボーイですね、はい、サブチャンちょっとリンク載せておきましょう。サブチャンネルでもね、自分たちギターとねベースを弾いたんですけど、デビッドボーイですよ、まあ、ジギースターダスト聴いておけばいいんじゃないですか、ね、まずはね、まあ、いいじゃないですか、ジギースターダストを聴いてれば、あ、デビッドボーイのねエントリーアルバムですねって感じでね、はい、なかなか結構これインパクトありますね。いや、やっぱこれバンド T なんですかっていうぐらいこう存在感がね、うん、はい、なんかひたすら なんか怖いおじさんの絵が描いてあるみたいな ね、デビッドボーイっていう人の、はい、T シャツです、はい、もうね亡くなられてしまいましたけど、はい、まあ多才、はい、奇才といいますかね、才能あふれるアーティストですよ、デビッドボーイ。最後までかっこよくね、うん、はい、デビッドボーイの T シャツ、こちらがまあ、はい、サイズは L サイズ3900円で お出しますので、はい、ぜひチョイスしてください、はい。続きましてフーファイターズですね。フーファイターズは自分たちあんまり通らないですよね、うん、これちょっとパワーポップ、あ、ここに来てね、もう分かりますかね、フーファイターズ、ニルバーナのドラマ、うん、デイブ・ナバロはギタリストで、デイブ・ナバロはあれだ、レッチリにいたギタリストで、デイブ・グロール、デイブ・グロール、はい、整理する必要もないんだけど、ニルバーナの、まあ、カート・コバンがね有名ですけど、ギタリストで、ドラマーのデイブ・グロールが、ね、ニルバーナが終わった後に始めたバンドが、うん、あのボーカルとしてよ、ボーカル、だからニルバーナのドラムが始めたバンドがフーファイターズで、はい、普通に今ねフェスの鳥とかやってるね、はい、すごいよね、ドラマーがボーカルで大成功してるっていうね。だからね、ニルバーナっていうバンドがいて、はい、でそのドラマーが今はフーファイターズっていうバンドやってんだみたいな、うん、そっちも聞いてみようかなみたいな感じで ね楽しんでください。フーファイターズの T シャツでございます。こちらが3900円でございます、はい、デザインとしてシンプルにかっこいいよね、はい、これもね、はい、フーファイターズ、そして、もう皆さんも知ってると思いますけど、ニルバーナでございます、はい、ね、カート・コバンが、ね、いた伝説のバンド、こっちが、3900円、はい、でこっちが4800円でお出ししますので、はい、ぜひチョイスしてみてください、はい。俺たちね、世代的にもあのニルバーナあんまりど真ん中じゃないからね、さらっと流しておく語れないんですよ、はい、そう、語るほど聞いてきてないからね。そうそう、ニルバーナの T シャツを着てて、あのネバーマインドってみんな割と言う人多いと思いますけどね、あの僕インユーテロ派ですねって言うとツーブレるんでね、はい、インユーテロを着てください。はい、2枚目ピンクフロイド来ましたね。またピンク、なんかモダンなデザインだよね、パッと見ね、そのピンクフロイドっぽくないけど、そうよく見たら狂気じゃんみたいな、そうそうそう、またこれこすってあるねって感じでね、やっぱピンクフロイドでもちょっとこういうデザインがいつもとちょっと違うよみたいなのもあえてチョイスって感じでね、グラフィティですね。ちょっとわかんないですかね。はい、こちらも3900円でお出します、ぜひチョイスしてください。はい、はい、はい、これまあガンズね、うん、ガンズも俺らもうさっき話してたけど、ウェルカムトゥジャングルしか知らないまあこれもね、ギター好きの人はね、はい、結構好きな人いますけど、はい、ガンズ&ローゼーズ、これもね、なんでこんなにこのモチーフがいろいろ使われるんだろうと思って、うん、そうよ、あのね、ここにあるちょっと見えてたかもしれないですけど、このバッグとかね、ガンズのなんか使われるよ ね雑貨とかでね、使いやすいんですかね、みんなガンズの曲1曲も多分知らない人めちゃくちゃ多いと思うよでもこのマークは見たことあるっていう人いると思いますよね、はい、ガンズ&ローゼズの1枚でございます。こちらも、4800円で、うん、サイズが M なので、はい、女性の人とかもめちゃくちゃ逆にこの、うん、
ちょっとねトゲのあるデザインが可愛く見えるので、うん、女性の方にもおすすめです。ガンズ&ローゼズの1枚来ました、はい、映画が公開されて、はい、ねまた人気が再沸騰中のボブマーリー T シャツでございます、はい、まあレゲエの神様ですね、はい、バンドじゃねえじゃんってもう言われるかもしれないですけど、はい、ボブマリもねもうレゲエバンドですからね。はい、こちらが XL とサイズもいいです。これが4800円になります、はい、自分ぐらいの体型で肩を落としてちょっとゆったり着れる感じだね、うん、はい、ボブマーリー好きの方はこのサイズ感好きなんじゃないかなと思います、うん、はい、勝手な偏見ですよねあどっちジャストっぽいかな。フレアパンツとかにピタッと着るのもありか。いや、でもやっぱボブマーリー本人はピチッと着てましたけどね。そうアディダスのやっぱレゲエのね70年代とかの時代でなんかこうジャストな感じするもんね、うん、80年代のね、はい、前期ぐらいの。いやボブ周りこの感じサイズ感もいいと思います、はい、ぜひ選んでください、はい、おこれまた、うん、まあさっきのガンズ以上に見たことあるよっていうねこのマーク、はい、ローリングストーンですよ、はい、まあ俺も堀ちゃんも大好きでね、はい、この前アルバム買ってたよね新譜ね。あ去年ですね。ほんとこの年になってあんなロックがなんでできるんだろうっていうね、はい、AI じゃないのかって私言ったぐらいパワフルなねおじいちゃんロックバンドですよ、はい。この前ね、ドラマーの人がね亡くなってしまってね、はい、オリジナルメンバーではもうちょっとまあオリジナルメンバーってもういつからオリジナルって言ってたのはい、ローリングストーンズの T シャツです。2002年とねそこそこ古いんですよねこれもね。はい、これねデザインもいいし生地も良くて、お値段が5800円で出してます。アンビルのボディです。めちゃくちゃいいなと思いますこれね。ストーンズもいろんなパターンあるけどまあこれもね、まあ、抑えておきたい、はい。これまたオリジナルだったらもう3万4万、ね、5万ぐらいすると思いますけど、うん、はい、ね、5メーター離れてみてください。一緒ですよということでね、ぜひ来てみてください5メーターを推進してきます。5メーター10メーターまあ言ったらもうこの距離でもいいんだけど ね、リプリントものだろうとね現行でもね。はい、アイアンメイデンでございます、はい。ごめんなさい1曲も浮かばないですアイアンメイデンもうここに来てねメタリカも一緒に行くかメタリカもですけど俺たちメタルとかね、うん、あんまり激しい系の音楽通らないもんね。だからアイアンメイデンもメタリカもあんまり俺分かんないですね。僕はあの寝巻きメタリカです。寝巻きはメタリカそう全寝巻きがメタリカじゃないでしょ、ね、一枚あるよってこと。ありますあります。落ち着いて寝れんのかそんなまあこういうちょっとさもういかにも悪い感じ、うん、もうねドクロだったりねこれねなんだろうこれねミイラなの。まあこういうちょっと悪の強いね、うん、デザインこれこそなんかまたバンド T シャツの一つのね、はい、あの絵だと思いますので、はい、それをこうギャップを楽しむというかね、うん、女性の方がこういうの着るとほんと可愛く見えたりするし、はい、ね男の子でもねこういうのちょっとダボっと着てね、はい、その悪そうな雰囲気をギャップで楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います、うんはい。もう1枚で全然様になります、ね、そうもう1枚で存在感が出るんでね、うん、はい。こっちが6800円です。こっちがいくらかな。こっちが、5800円、はい、5800円、ちょっと高めになってますけどね、はい、俺たち3900円4300円のライン化するとちょっと高く感じるけどそれでもね1枚アンダーで選んでもらえるバンド T シャツたちです。よろしくお願いします、はい、お願いします。また出てきましたね、はい、ピンクロイドの狂気、はい、まあ、言ってもごめんなさいこれ俺が好きだから、はい、買い付けで見つけたのも必ず選んじゃうのよね。でもこれ、はい、ちょっとねブリーチしてあってね、うん、かっこいいですね。これはいいよデザイン的にも、うん、ね後ろもこんな感じでね、うん、ドットでブリーチされていてピンクロイドのこの世界観となんかね、うん、マッチしてるよね。これ夏ね本当に似合う1枚ですよ、はい、5800円でございます。サイズも XL とはい、おすすめの1枚です、はい、これ5800円で普通にさらっときたらねめちゃくちゃかっこいいと思うけどね、うん、はい、ピンクフロイド、はい、まあ、このアルバムのジャケット聞いてください。はい、はい、最後になりましたけど ACDC ね ACDC さっき出ました。みんな覚えてますかね、はい、どこの国のバンドですか。オーストラリアですもう ACDC でもう ギターとかじゃなくてもこの本当 ACDC のねコンセント部分をねだけまんまです。これ ACDC ってなんだ直流と交流でいいんだっけ、はい、コンセントから稲光が出てるね電磁波が出てるようなACDC の1枚サイズもいいんじゃないですかねこれはね XL3XL かなりゆったりですね、はい、ダボッと着てもらえればと思います、はい。ちょっとあの
多すぎたね。まあもっとありますからね。そうだね。あのこのまあ倍ぐらいよね、常時あるのはね。こっちにうちにね、あのバンティーコーナーがありますけど、今日こんな紹介したんですか。そうだね、今ちょっと今整理しながらちょっと改めてちょっと引くよね、うん、あの撮り終わってちょっとなんか後輩息切れしちゃいましたねって言ったけど、そりゃ息切れするよね、こんな。なんかね、思ってたのはもっとのんびり音楽とね、はい、こう T シャツとかの魅力を両方伝えていきたかったんですけどね、なんかこう紹介しなきゃしなきゃでちょっと焦っちゃいましたね、はいはい、でもそのちょっとこうもうフリートークゾーンにね入ったんで、ちょっと、はい、そんな感じでねゆるっといきたいなと思うんですけど、はい、本当に今バンド T シャツ高いじゃん、はい、あの多分もうみんなね古着好きの人見たと思いますけど、あのクレイジージャーニー見ました、はい、今週の、はい、俺ちゃんまだ見てないと言ってたね、あの大阪のねショップさんの、自分も YouTube とかでもよくお見かけしてた社長のね、あのタイに買い付けに行って、うん、こうレアなバンド T シャツを買い付けしてくるっていう動画を見て、正直に言ってめちゃくちゃ面白く見させてもらって、うん、その社長の人柄というか、うん、なんかそのロマンがあるんだよねとかっていう言葉とか、向こうのディーラーさんたちとのやり取りの風景っていうのは普通になんか楽しかったし、あ、ここまでなんかこうお互いのコミュニケーション取ってるからこそ持ってこれる一枚なんだなっていうのを感じて、あれはあれでなんか自分はこう否定する気も全くないし、なんか一つのこう価値観としてバンド T シャツの高騰っていうか、あのみんなが欲しいって思われるものが今出来上がってるんだなっていうのは感じたんですよ。だけど本当にね、最初の話に戻るけど、じゃあね100万円の T シャツ買えるかって言ったら、正直、まあ、他にも欲しいものあったりね、はい、生活の中で使わなきゃいけないお金あるから、はい、みんながみんなそれをね買えるもんじゃないじゃんね。もちろん3万円でも5万円でも俺は安いとは思えないんだよね、はい、でも言っても T シャツじゃんっていうところの、はい、T シャツってもう本当気楽に楽しんでほしいっていう思いが、もう俺の中でもう止められない思いとしてあるわけよ。だから本当に3,900円、4,800円ね、その値段でもかっこ単純に着てかっこいいっていうのは絶対あるはずなので、うん、なんか YouTube とかを見てるとどうしてもね、バンド T シャツ着てて、例えば俺が紹介したいの4800円とかを着てたら、なんだそれ偽物じゃんみたいな、うん、それ本物じゃないじゃんみたいな目でもし誰かが見られるんだとしたら、すごい残念というか、うん、自分は それがすごくただただ残念だなと思う感じで、うん、それ着て遊びに行って、おレッドゼッペリンかっこいいねって、うん、着てる方も友達も素直に言えるような、うん、それ本物とか、うん、いくらしたのとか、うん、まあ、それって必要じゃなくない、うん、みたいな話がね、俺はそんな気がするので、うん、別ジャンルというかね、はいはい、だからあんまりこれフリートークでこんな語る必要ないかもしれないんだけど、食器で言うね、あのお皿、はい、何々焼きとかで言われるようなお部屋の中に飾っておくね、うん、お皿みたいなのもあれば、普通に毎日の食卓でご飯をよそって食べる食器、うん、生活の中で使う食器があるわけじゃん、うん、だからやっぱり高騰してるバンド T シャツでもこっち、はい、壺掛け軸のジャンルに今も入ってきてると思うんだよね、うん、投資アイテムだったりもするし、はい、でも自分は本当に毎日使う食器みたいな古着たちにこそちょっと愛しさを感じるタイプなので、はい、その自分のその好きの度合い次第だと思うのよ、はい、うん、もう俺これね、あの時、まあ言ったらライブに行った時の物販コーナーで買った T シャツとか、うん、はい、レッチリのライブ行って買った T シャツを愛着持ってきてるのだってかっこいいし、はい、古着屋で何気に見つけて、うん、あ、レッドゼッペリンの T シャツだと思って買って、それを着てるっていうのもなんか思い出込みでかっこいいなと思うので、うん、なんかそういう距離感でなんかもっと上手に古着の T シャツ、バンド T シャツをね、はい、楽しんでもらいたいなとひたすら願うばかりでございます。はい、まあ、もちろんね、あの俺がさ、そのアメリカに直接ガンガン行けるわけでもないし、うん、タイのね奥地に潜入できるわけでもないので、はい、そういうもうレアな一枚っていうのは持ってこれないので、うん、うちの役目じゃないなと思ってるところもあるので、うちはもうちょっとね、あのみんなが手を出しやすいようなこういう相手も常時ね、うん、はい、しっかり選びやすいようにこれからも頑張っていこうかなと思います。はい、何の決意表明なのか分かんないですけどね。食器の例え分かりやすかったです、ね。ああ、はい、そうですか。ありがとうございます。まあ、そういった生活雑貨の中にね、うん、溶け込むような古着たちで皆様をお迎えしておりますのでね、はい、またピープルゲットレディに遊びに来てください。お待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。